Wow! That father is tanned and permed! 1月4日、ぎっくり腰3日目。さらに私の腰の状況は悪化し、父親に休息など1日もない。以上。というわけで、神楽水元スキー場ここに決定。ウォーパウダーの神楽スキー場。楽しんできてね、みんな。はーい。パン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 。はぁ、あららら。怪我のないように、良い一日を、父ちゃんの分まで楽しんできてね。晴れてきちゃったよ。俺も滑りてぇなぁ。湯沢中里スキー場。ちょっとね、寄ってみました。初めて来ました、このスキー場。まあちょっと雪少ないけど、昨日の夜からで着いたんじゃないでしょうか、雪も。まだ少しね、土が見えているところあるけども、そろそろ中里も本格的に遊べそうです。さて、チビたちを迎えに、三ツ又スキー場に登っていくぞ。待ってろ、みんな。神楽到着。神楽三ツ又スキー場。チケット代は、こんな感じ。1日券4900円。小学生は、無料。お疲れちゃーん。楽しかった？目いっぱい滑ったね。おいでよ。おー、ヤッホー、お疲れ。楽しかった？いっぱい滑った？やったぜ。いいな、みんないいな。楽しかった？疲れたでしょう。今夜は、越後ラーメン維新、アゲイン。今日は、つけ麺を食うぞ。お腹すいた。待ち遠しいね、青。はいよー。おー。はい。ありがとう。失礼します。はいよー。いただきます。あと餃子1枚、ね。はい、そうです。ね、お願いします。あの生活をつけね。いただきます。おいしい。ごちそうさまでした。じゃがじゃーん。昨晩すごく降りました。もう街は真っ白に仕上がってます。車見えるでしょうか。今みんな車の雪跳ね大変です。これ笑い事じゃねえな。俺の車も同じってことだぞ。すごいね。一晩でだいたい屋根の上だけで20センチから25センチ積もってます。ユーザーライフ、ようやく本腰入ってきました。もっと触れ。すごい、積もってます。うおー、この車も積もってます。めっちゃ積もってます。さあ、こんな感じで雪下ろし完了。僕の車は、ガラスコートっていうのをかけているので、比較的雪はね、滑るので落としやすい方だと思います。だいたい屋根上の積雪25センチといったところでしょうか。一晩でこれぐらい降っちゃうのが越後ユーザーのポテンシャルです。こんな感じで
ハイシーズンは、まあ、ほぼ毎日のように雪下ろしが続くのかと思います。2拠点生活湯沢ライフ、すごい雪積もったね一晩で。はい、ひまわりさん。はい。お正月休みはもう終わりの時間になりました。はい。寂しいよ、池ちゃんは寂しいよ。一本も滑ってない。一本も好き、一緒に滑ってないよ。ぎっくり腰。でん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 。最後に初詣行きましょうか。はい。大吉絶対に出します。大吉取るぞ。Here we go。みんな、そろそろ出発するぞ。おい、初詣行くぞ、みんな。準備しよう。さあ、湯沢町。一気に、真冬仕様になりました。つい一昨日まで全然雪なかったのに、なんと二晩かけて一気に冬の湯沢町に仕上がりました。海外に住んでるみたいだね。諏訪社到着しました。こんな道なき道を行くのね。あ、向こうからか。おかしいと思ったぜ。行きましょう。いずれにしても雪かきがされてない。ばあちゃんの足跡を踏め。うん、そうした方がいいよ。ほんとだ、階段怖い。えらい初詣。諏訪社にやってきました。諏訪社です。全く除雪されてないふかふかの新雪を歩いて行ってまいりました。お、元気だね。なんと神秘的な神社でしょう。うがいするやつじゃないんだけどね。まあいいでしょう。はい、そしたら左手に、おー、ほんと電車、電車、電車すごい近い。よく見えない。2両。積雪約30センチから40センチといったところでしょうか。非常に深い雪の中を歩いて初詣に参りました。湯沢町の神様にこの冬無事に過ごせますようにお祈りしたいと思います。ここが諏訪社です。諏訪社、はい、一日も早くぎっくり腰が治りますように、それだけお願いします。それだけでいい。いいえ、この冬怪我もなく元気にみんなで楽しく過ごせますように。やっはー、おすごい。よろしくお願いします。今年もいい年になりますように。あいつです。あの杉は樹齢400年の霊木です。川端康成の雪国という小説で、恐ろしい神の武器のようだと。では皆さん、お別れの時が来ました。新幹線のガードレール下ではございますが、それでは皆さんハグをお願いします。小鳥さん、伊吹さん、せーの、ゆーイエーイ、ありがとうね、ひま。バイひま、またね、遊びに来てよ。部活頑張ってね。イエーイ、また遊びに来てね。学校楽しんでね。大隅家の皆さん、ありがとうございました。よく遊びに来てくれました。お世話になりました。というわけで、湯沢お正月おしまい。イエーイ、イエーイ、おしまい。冬を楽しんでね。